市の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは音更町在住の東和興建株式会社で土木設計に従事している石澤かなさんです。かなさんはですね、帯広市出身で帯広農業高校の農業土木科を卒業後に長尾建設株式会社にて公共土木工事の施工管理のお仕事をされていました。20代後半で2人のお子さんを出産、一度は離れた土木のお仕事でしたが、30歳でご縁があって長尾建設に再入社しましたね。で、現在はその東和興建株式会社で土木設計の業務に従事されています。今日はですね、私自身なかなか馴染みのない分野でもある農業土木についてのお話を、高校時代からの親友でもあるかなさんにじっくりお話聞いていきたいと思っています。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日はですね、私自身もなかなか馴染みのない分野でもある農業土木についてのお話を、もう高校時代からのね親友でもある、あの石澤かなさんにじっくりお話聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あら、ずいぶん声の張りが悪くないですか？生まれつきですね、これは。残念ながら。あ、そうですか、はい、それならじゃあ今日はね、いろいろお話聞いていきたいと思うんですけれども、はい、今ね、かなさんは東和興建株式会社さんというところでね、はい、帯広市ですよね、はい、市内にある会社で働いているんですけれども、はい、どんなお仕事をされているんですかね？今はですね、土木工事に関わる設計業務を行っています。うん、お勤めされている会社の中では設計業務の他にもやられてる。そうですね、業務って測量調査、うん、あと環境調査と保証業務などありますね、うん、それで、まあ、その設計のお仕事をして今その会社で3年目でしたっけ？3年です。ですよね、はい、で具体的にその土木工事の設計ってどんな感じのことをするの？土木工事をするための図面を作成したり、うん、あと計画を立案して設計を進めていくって形ですね。工事をするための計画をしていくって形ですね、うんうん、その土木工事っていうのが、例えばこうね、このラジオ聞いてくださってる方々も、うん、いまいちピンとこないのかなっていうふうに思うんですけれども、はい、具体的に言うとどういったことになりますかね？土木工事っていうのは、道路工事ですとか、うん、河川、川の護岸ブロックとか張ってると思うんですけど、うんうん、あと橋とかですね、うん、あと標識類、青缶って呼ばれるものだったり、うん、スノーポールとか、うん、そういうのを作る仕事、作るっていうか、まあ設置したりとか工事する、設置するまでに、うん、この場所にどうやって設置するかみたいな、うん、それが設計ですね、うん、工事はそれを作ってくれる、うんうんうん、設計して立案したものを工事屋さんが施工、うん、実際工事をしてくれるっていう形ですね。なるほど。そしてね、あの農業土木っていうことで、その農家さんに行ってね、お仕事したりする時もあるんですよね。はい、農業に関わるような工事、土木工事、うん、例えば暗渠排水っていう畑の水はけを良くする工事ですとか、うんうん、あと今だったら、気候の変動で水が足りないっていうところに対して水を引っ張ってきてパイプラインをつないで、うんうん、実際補助に水をまけるような
形に整備していくっていうのが農業土木、うん、まあ、他にもいろいろあるんですけど、うん、農業に関わる土木工事っていう感じですね。ね、なんか結構夏の時期にね、こう道とか、ね、田舎道というかね、うん、農家さんあるような畑の中の道走っていくと、はい、あの水がシューって湧いていったりとかする景色をね見たり、うん、あと本当天気良かったら虹とかね、はい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 、感じですけど、その水道を引っ張ってくるみたいな工事とかして、で、うん、で例えばその工事で言えば農家さんに頼まれてやることもあったりとか、うん、それも事業としてあったりするっていうこと、はい、そうですね、基本的にはその農家さんの意向を、ここに水を汲むための給水栓をつけてほしいだとか、うん、その配管を回す位置もちょっとここは避けてほしいとか、うんうん、まあそういう将来的に使いやすいようにはしていきたいので、うん、そういう意向を確認しながらやっていくような形ですね、うん、しかもなんか前に聞いたことあるけど、それ水道をねある農家さんの畑に引っ張っていくのに、うん、他の農家さんの畑の横を通って頼まれた農家さんのところに設置するのに承諾を得なきゃいけなかったりとか、そういうのもあったりするんですよね。そうですね、やっぱり奥の畑の人が巻きたくて、うん、その手前に違う人が畑を持ってたりとかすると、うん、どうしてもそこに配管しなきゃいけないから、うん、通させてくださいっていう許可をやっぱもらわなきゃいけない。どうしても工事中って作物植えられないとか出てくるので、うんうんうん、でそういう許可をいただきに行きますね。それも設計の段階でやります、うん、設計士さんの一応仕事の一つ。そうですね、計画の立案の中の一つですね、うんうん、ダメって言われちゃったらもう全部変わってしまうから、ああそうか、ここは通らないでほしい、うん、反対、どっちかって言ったら反対側通ってほしいとかって。でも頼んだ農家さんはこっちを通ってほしいのにっていう、その折り合いをつけながらっていうところもあるってことですよね。そうですね。しかもなんか、え、そんな引っ張るんだったらうちもつけたいとかってなんないんですか。中には多分いらっしゃるんじゃないですかね、うん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 、でもやっぱよく言われるのが、設計としてはこっちにつけさせてもらった方が楽だよみたいな、うんうん、配管も少なくてとか延長も短くてとかあるけど、うん、それを10年20年ってもっと長く使っていくのはやっぱ農家さんだから、うんうん、結構そこは妥協しないで言ってきたりとか、うんうんうん、こっちにつけたいんだっていう、うん、でもなんかちょっと用地的な問題で難しいとかはやっぱ出てくるんで、うん、そこは話し合いながら、うん、お互いのベストな位置っていうのは気をつけておりますね、うん、それちょっとした疑問ですけど、冬とか凍らないんですか。水、うん、水はね、あの冬止める地区にもよると思うんですよね。止めたりもすると思うし、うん、あと満水状態で止めるとか、ああそしたら、うん、もう凍ることないみたいな感じ。なんか いろいろあるみたいですね。ちょっとその後の管理まではちょっと、うん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 、どうしてるのかな、うん、ってとこだと、そこそこの地区とかの考えとかもあると思うんだよね、うん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 、だからなんかそう思うと今やってるお仕事ってこう、まあ、要は広いですよね、範囲が広いです全然やったことない講習とかもいっぱいあります、土木の中でも。かなさんもね、土木関係のお仕事をされてもうね結構長い年月経っているけど、はい、その中でも、まあ、初めてのような現場というか、そういう設計、今は設計ですけど、そうやったことないようなだらけです。だらけのだらけなるほど。でやっぱりそこそこでね、地形も違うし、うんうん、環境も違うから、うん、講師が一緒でも同じになるとは限らなかったりするんでね、うん、そこで問題がやっぱ発生してきたり、うん、クリアしていかなきゃいけないこととか出てくるので、うん、それって例えば、うん、今はずっと十勝管内でお仕事してるじゃないですか。そうですね、うん、管内ですね、管内だけど、うん、それが例えば十勝じゃないところに行ったらまた全然違 う, 然違う、土地がもう全然変わってくると、傾斜が多いような地域だったらまたそれ用のやり方があるしとかっていう、地盤の状況とか、あ、土とかってことですか。そうです、そうそう、下の地盤、トカチは割と地盤がいいから、うん、そんなに気にしなくてもいいけど、うん、もうちょっと悪いとこ行くと地盤改良とかもしていかなきゃいけないし、うん、とかやっぱそこそこに合わせて安全なもの、うん、規格を満足するものっていうのを考えていかなきゃいけないんですね、うんうん、土木のお仕事っていうのは基本的に公共事業というかが多いですかね。そうですね、そうですね、はい、うん、まあざっくりでいいんですけど、うん、例えば
私たちがこう馴染みのある、まあ、川のブロックが張られるとか、うん、はいはい、その道、ここに道ができるとか、うん、舗装されるとか、そういったことってこういう道ができますっていうお話が出てから、はい、完成するまでって、まあ、その規模によっても違ったりとかすると思うんですけど、うん、どういう段取りっていうのかな、進み方、うん、ってなってるのかなって。事業の計画として発注側でまず立案されて、うん、そこから今度設計業務が入ってきて、うん、現地調査、現地がどんな形かって、うん、そこからどういうものを作っていくかっていう、その欲しいっていうものに対して、うん、じゃあそれを満足させるためにはどういう形状になるかとか、うん、何を使うかとか、うん、幅はどうする、高さはどうするっていうのを設計段階で決めていく、うんうん、でその時にまあ民地とか農家さんに関わるようであれば、そういうところの確認も取りながら、うん、設計士の仕事としてやる、設計の中でやっていくって形、うん、しかもその例えばここにね、あの道を作るとかってなった時に、うん、ここの自然環境をできるだけ壊さないようにっていうのがも配慮も必要になってきて、うんうん、希少種の草花とか木とかもあるようなところは環境調査が入って、うん、じゃあそれはどうしたらいいか、うん、避けるのか移植するのかとか、うん、いろんな案を出して、うん、でその中で検討を進めていく。あの木一つも簡単に切っちゃいけないよっていうことってこと？っていう木もあるっていうことです。ああなるほどね、うん、例えばその土地というかね、できる場所が保有林だったりとかしたらとかっていうことも、うん、いろんな条件が出てくるのをクリアしていかなきゃいけないっていうところですね、うん、で実際そうやってこう設計した、設計が出来上がった後はちょっとその後いつ工事発注されるかとかはその時々なんですけど、うん、その後まあ工事として発注されて、うん、工事屋さんの方が落札して、うん、施工して完成していくっていう感じ。なるほどね。その時期っていうのはまあその時々。あ、そうか。それでなんかその入札とかになるのか。そうですそうです。入札にして各その建設会社さんとかが、そうそう、取って、うん、落札した会社が施工していくっていう、うん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 、その期間っていうのがちょっとわからないですけど。その翌年設計したらもうその翌年すぐ工事発注になる時もあるし、ちょっと年数置く時もあるし、あ、じゃあもう例えば何年もかかったりとかする時もある。なんかあの公共事業だから予算の関係とか、うんうんうん、あ、じゃあその設計ができてからこれぐらいの予算で作りますよっていう設計をしてから、その国の方でというかね、あ、そうそうそう、そこで国とか北海道の方で、うん、ありだよなしだよみたいな感じになって、うん、そうですね、そこから工事が始まるみたいな、うん、そんな感じですね。それやらないってこともあるんですか？あるんだと思いますけど、設計まで上げてすぐは通らなかったりとか、うん、例えば予定よりは1年遅れたりとか、あ、っていうのはもちろん出てくると思います。あ、それはいろんなそういったものが出てきた時、うんうん、他のどこを優先するかっていうところですね。優先順位つけてたりとか、まあ、要はね、その住んでいる方々の安全に暮らせる環境づくりっていうことだと思うから、うん、はいはい、それにどういった優先順位がつけられてなっていくのかっていうふうになっていくってことですね、うん、そうですね。発注者側で国だったり北海道とか市町村とか発注者側でそこは判断していくことになるので、うちの方は設計業務が終わったら納めて、うんうん、一応は終わりで、その後発注された工事屋さんが施工してくれて、全体として完成っていう感じ。なんかそう思うと結構物ができるのもちょっと楽しみってね、設計しながら。そうです、ね、私はすごい楽しみにして、いつ工事発注なのかなっていう、うんうん、出した後に、ね、そうですね、うんうんうん、どんな人がやるのかなみたいな本当ちょっと見たいぐらいですよね。行きたい、ね、いやもうがっつり行きたい本当は自分が工事したい。トカチウーマンフロンティア。かなさんはもともとその現場でお仕事をするをもともとしてたんですよね、はいはい、そうです。今言ってた設計の後に受注して施工する施工会社の立場で一応働いてました、うん、施工管理っていう立場で働いてました。要は現場監督のお仕事をしてたっていうところですね。そうですね、皆さんの馴染みのある言葉だったらヘルメットかぶって、そうそう、作業着着て、作業服着て、スコップ持って、うん、安全チョッキ着て、うん、っていう形ですね。そんなお仕事をきっかけに今のお仕事にもつながってるみたいなところ。そうです、もともとは施工会社にいて現場に立ってたんですけど、うん、
まあ、出産の時に一度退職して、うんうん、でその時はもう子供を持ってこの仕事は無理だなっていう、体力的にとか時間、ね、体力的にもそう朝も早いとか、うん、やっぱ自分の現場を持っちゃうと、うん、どうしても優先順位が難しくなる、つけるのが仕事なのか子供なのかっていう、うんうんうん、とこできっと無理だろうなってでも勝手に思い込んでたんです。それは、うんうん、誰かに言われたわけでもなくて、うんうん、でそんな時にもともといた会社の社長から戻っておいでって声かけていただいて、うん、で戻って、うん、で結局子供ちっちゃいながらもやらせてもらえたっていう、うんうん、とこですね。まあでも要はなんかね、うん、社長さんも若い時の働きぶりを見ててくれたからそうですね、うん、そう今でも付き合いはあって、先日も久しぶりにみんな集まって、うん、ちょっと接待しようかなと思って、うん、結局出してもらったんですけどいっぱいお金下ろしてたけど受け取ってもらえずいやでもそういう意味でめちゃめちゃいい関係ですよね。そうです、そうです。やっぱりしてそろそろ超えられるかなっていう、うんうん、重りがあったんですけどやっぱり全然かなわないなっていう話しながら、でもなんかそれでモチベーション上がりますよね、仕事への。上がりますね、やっぱりね、久しぶりに会った時に、うん、ちょっと情けない姿は見せれないなっていう、うん、とこはもちろんあるし、もともと会社がすごい小さい会社でアットホームだったから、うん、あそのね初めて勤めた会社がね、うん、娘のように大事にしてもらったし、うん、上司は上司でも父子家庭で、うん、同じ娘さん、年子の娘さんを父子家庭で育てた上司だったから、うん、すごいその子育てに対して理解がある会社、うん、すごいあの当時は珍しかったと思うんですよね、うん、建設業としてもそうだし、うん、男性上司としてその子を持つお母さんに対しての配慮っていうのが、うん、多分自分がやったからできるっていう、うんうん、なんかしてあげなきゃっていうより、うん、そういう、あもう分かるよっていう、うん、そうですそうそうそう、なんかそのお母さん代わりはいないんだから、うん、そっち優先しなさいみたいなとか、うんうん、それを自然にポロッと言ってくれるような環境だったんで、うん、そこは本当に良かったなと。だったら答えようっていう気持ちになるっていうところですよね。そう、そう、 うちはもう子供がだいぶ中学生とかで大きくなった時に、うん、やっぱ自分がしてもらったことってしてあげたいじゃないですか、うんうん、っていうのがやっぱりつながってきてるなっていうところありますね、うん、あだから例えばね今後こういうお仕事をしていきたいってい う, そ う, そ う, そう、子育てしながらも、うん、この土木のお仕事をしていきたいっていう子は応援していきたいっていう、そ う, もうおばあちゃんになった気持ちでそう帰りなさいっていう、うん、そ, う そ, うそれこそね子供が熱出たなんだってね、うん、そうそうそう、やっぱあるだろうから、はいはい、そういう時はこう、うん、寄り添ってくれるっていう存在ってすごい大きいですよね。そうですよね、うん、やっぱ女の人って特にそうじゃないですか、うんうん、その一言で頑張れたり、あわかる、その一言でもう全てが嫌になってまあ、ね、ちょっと影響受けやすいんですけどね、受けやすい、もう、うんうん、私も無理ってなったり、でもその一言ありがとうと言ってくれるそれだけでちょっとこう気持ちが晴れたりとか ね、そうそうそう、ごめんねって言ってくれたら また頑張って、別にいいよみたいな子供みたいですけど単純なとこあるじゃないですか、うんうんうん、まあ、人はね誰しもそうかもしれないけど、女の人は特にそういう感受性が豊かだから、うんうんうん、もうなんか泣けちゃうな、きっとそういう上司とかに なんていうかな、あ言われたら、そう今もちょっとうるっときたぐらいですけど、うん、そ、ね、そうです、ありがたいなと思って、その一番の味方でいてあげられないんだよとかって言われたら、うんうん、優しくしてあげようとかって思いますよね。そう、どうしてもなんかそのママ友、うん、うちやっぱ0歳とか1歳から預けてるから、うん、同じ時期に預けてたお母さんたち働いて、うん、ママ友がいるんですけど、うん、やっぱりみんな苦労していろんな職種の仕事をして、うん、子供が熱を出たら、うん、休むって言いづらいとか、うんうんうん、休ましてはくれたけど仕事が溜まってるとか、うんうんうん、もう半ば会社諦めどうせ来れないんでしょうみたいな感じで言われて、うんうん、もう割り切っちゃってね、それで休んじゃえばいいんだけど、うん、やっぱりみんな責任持って働いてるから、うん、気にするじゃないですか、うんうん、したらなんかどっちも中途半端な気持ちに、うん、仕事は仕事でちゃんとできてないし、うん、お母さんとしてもやっぱ働いてるから、うん、接する時間が短いっていうので、うん、悪いなって思ってしまうっていうところですね、そうそうそう、うん、
っていうのもあったりとか、うん、そういう時期ってなんかどうしてもあると思うんですね、うん、そのバランス、うん、ですよね。そうそう、うんうんうん、だけどじゃあ仕事辞めて専念すればいいんじゃないとか、うん、子供産まなきゃいいんじゃないってそういうことじゃないじゃない、うん、確かに。そう、うん、だからそのやっぱ大変な時期ってあるから、うん、そう、あ、そういうところで本当に悩んでたりとか、うん、辛そうな人を次はもうその理解してあげる側になりたいっていうところですよね、うん、まあ本人がどうしたいかが一番ですけどね、うん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 、頑張りたいっていうんであればフォローはするし、うんうん、本当は子供といたいんだってやれば、うん、じゃあ仕事私やるようでいいし、うんうんうん、なんかもうちょっとあの時そういうのがあれば違ったんだろうなっていうのは今になっていろんなお母さんたちと、うんうん、話しますね、うん、お母さん仲間とかねママ友の中でも、うん、まあ、いろんなねタイプのお母さん方がいて、うん、それがその誰がダメとかそういうことでは全然ないんですけど、 でもこうお母さん自体はあのお仕事がね結構男性が多いようなところで働いているからこそ、はい、うん、超感覚がずれちゃったりとかしないですか？いや、ずれてます。あのそういうとこに勤める前からずれてたからさあ、もともとね高校時代とかもね、うん、同じクラスには女の子一人だったし、ね、いなかったりしてた、うんうん、いなかったりしてたんで、うん、だからママ友っていう関係じゃなかったら出会わなかったような人はいっぱいいます、うんうん、あ、なんかちょっとびっくりですよね、うん、同じ世代ぐらいの人も中にはいれば、うん、なんか、はいはい、あ、同じ例えば40年でもこんなに違う、そうなんです、ね、すごいびっくりして、だから、うん、友達ってやっぱ自分が選んで付き合ってたんだなっていうか、うん、似た者同士が類友みたいな、うんうん、だったんだなって思うぐらいこんな考え方あるんだっていう人いっぱいいましたね、うんうん、だからね結構厳しいこと言われたりとか友達もねとかっていうのもね中にはあったりしながら、うん、多分逆に言ってるんでしょうねこっちもね、あ、当たり前だと思って、ね、うんうんうん、言ってることもあるんだと思う、うん、お互いそういう意味ではまあ、ママになってからの社会勉強めちゃめちゃありますね。ありました、すごい学びあんまり女社会を頑張ってこなかったから、うん、避けてきたものが、うんうん、やっぱりこうね巡り巡ってくるんだなっていうのは感じましたね、うん、そうですよね。でもやっぱその中でも子供が手離れた後もきっとずっと友達なんだろうなって人も何人もいるから、うんうんうん、それはいいかったなっていう、うん、なんかその違った価値観とか感覚を持ってる人って自分に何か気づかせてくれる部分があったりとかもしますしね。そうですね、まさにね私たちいつも違う、そうですね、私たちあの一緒のところは本当にね、うん、あのヤギ座で大型なところです。トカチウーマングロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますのでジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますのでぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。 JA しほろ町からのご案内です。十勝北部東大雪山系の裾野に位置する自然環境豊かな農業地帯士幌町、酪農家で生まれたホルスタイン種のオス牛をこの土地の新鮮な空気と水で健康に育てた脂肪が少なくジューシーで柔らかい赤身が自慢の牛肉が士幌町自慢のブランド牛士幌牛です。そのこだわりの士幌牛と広大で豊かな畑から採れたジャガイモを使用した贅沢なゴロッケをご紹介します。ゴロッケの名の通り具がゴロゴロっと詰まったコロッケです。サクサクの衣の中に大きめにダイスカットした士幌牛とホクホクのジャガイモの旨味がしっかり閉じ込められており、大人も子供も大満足のボリュームと味に仕上がりました。冷凍のまま揚げるだけで簡単にでき、お好みのソースなどをかけていただくのはもちろん、
何もつけずにそのままでもおすすめです。じゃがいもと牛肉の美味しさが合わさり、トカチの旨味を口いっぱいにお楽しみいただけます。しほろ牛ゴロッケは1袋5個入り 400g 税込み820円でしほろ町にある A コープしほろ店アスポにて販売しております。またふるさと納税の返礼品としてもお取り扱いしておりますので、ぜひ一度ご賞味ください。しほろ牛の商品は他にもお取り扱いしておりますので、しほろ町にお立ち寄りの際はぜひお買い求めください。 JA しほろ町からのお知らせでした。日展配合飼料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一本混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料。トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。